ホームラン。4番の一撃が勝利を決めた。シャア、ナイス。さすが近鉄の主砲。俺の名前はユータ。3度の飯よりプロ野球観戦が好きで、毎日テレビの前にかじりついている。はあ、やっぱ面白いな。今年はどこが最強になるんだろう。2つのリーグで熾烈な戦いを繰り広げ、日本中がそれに一喜一憂で大盛り上がり、日本で一番熱い場所がここにはあったのだ。なのに2004年の6月13日からその熱が冷めようとする最悪の事態が起き上がった。はあ、近鉄がオリックスと合併だと。ああ、というか実質吸収されて消滅だよ。年間40億円の赤字を抱えたからオリックスオーナーが誘ったんだと。マジかよ。もちろん選手たちはそれに猛反発して、近鉄は残してほしいって訴えてたんだけど。けど完全無視。むしろそれどころか臨時オーナー会ではダイエーとロッテも合併し、10球団1リーグ制にする。人気のある球団だけを残し、不人気球団は統合。これでパリーグのチームも巨人や阪神などの人気球団と試合が組める。これでもっと儲かるプロ野球に変えるのだ。だってさ、あれ西武のオーナーだろ。なんだよそれ、最悪の球界再編じゃねえか。どんな球団にもその球団を愛するファンがいる。経営努力やファンを楽しませる工夫もしないで、不人気球団とは試合をしたくないという態度もありえねえ。選手たちからあの熱を、俺たちファンからはあの楽しみを奪うっていうのか、上の奴らは。最初の再編報道からなんと4日で承認。様々な批判の声が上がっても強行し続けた球界の経営陣たち。俺たち一ファンの力じゃどうにもならないってのか。そんなことないさ。俺たちからすればファンの声こそが何よりの力になるからね。古田敦也選手？なんでこんなところに。ごめんね、つい話が聞こえてしまった。それよりも今回の球界再編の件だけど。はい。選手会長として俺と選手会が何としてでも食い止めてみせるから、君たちファンをがっかりさせたりはしない。古田さん。古田敦也選手はソウルオリンピックの銀メダリスト保守にして、盗塁阻止率の日本記録保持者だ。古田選手ならきっと盗塁を阻止するみたいに経営陣の暴走を刺してくれるはずだ。だな、応援もしながら俺たちは信じて待っていよう。そうして古田選手は球場でプレーを続けながらも、球場外では戦う選手会長として経営陣と戦ってくれるのだった。お願いします、考え直してください。球団が減らされるとファンや裏方さんたちの思いはどうするんですか。もう決まってることなので。いちいち突っかけてくるんじゃない。何度も交渉を続けてくれる古田選手だけど、経営陣らは聞く耳を持たず、辛辣な言葉ばかりを投げかけていた。無能な集まりの選手会が何をしようが意味はないぞ。それでもここで歩みを止めるわけにはいかないんですよ。中には1リーグ8球団を目指すっておっしゃっていた方もいるみたいですけど、それをしてどうなります。球団が減ればファンも減って、ファンも減ればまた球団を減らさないといけない。ファンの皆さんに説明もなくプロ野球界を終わらせるようなこんな行動、決まったからと言われても納得はできないです。どうかもう一度ご再考を。こっちはお前を追放することだってできるんだぞ。これ以上ダダをこねるのなら。そうなれば韓国リーグにでも行って野球を続けますよ。ですがそれは12球団を守ってからです。そこまでの覚悟を。何度蔑まれようと一歩も引かない古田選手会長。7月8日の中日ヤクルト戦の試合後では、今も選手会として戦い続けている古田選手ですが、オーナー会と直接対話する機会を持ちたいですか。そうですね、開かれた感じでその方がいいと思います。あれ、軽い希望くらいで言ってるよな。ああ、それくらい今は叶わない状況ってことなんだろう。するとその後日、彼の名は渡辺恒雄。
読売新聞社社長にして巨人のオーナー、そして球界のドン、通称鍋常だ。渡辺オーナー、明日の代表レベルと選手会の意見交換会にて古田選手会長がオーナー陣に会いたいとおっしゃっていたのですが。なんだそれは。無礼なことを言うな。部をわきまえなきゃいかんよ。たかが選手が。たかが選手だと？上は俺たちをそんな下に見ていたのか？ふざけるなよ。許しちゃいけない発言だろ、これは。選手あってのプロ野球界だろ。これこそ一番傲慢な発言じゃねえか。これは俺たちも立ち上がるべきだ。できることは何でもやるぞ。ああ。鍋常の一言をきっかけに風向きが変わる。俺たちファンは署名やデモ運動などをして大きな賛同を得ていた。球界を衰退させてはいけません。ここに署名をお願いします。日本中がもう今の球界経営陣を大批判。球場ではフルタフルタ。ありがとう、ありがとうございます。いつもフルタコールが鳴り響き、流れは完全にこちらにあった。何やら選手会や世の中が騒ぎ、近鉄存続や12球団制維持をまた訴えているようですが。雑音だ、何も気にしなくていい。内部ドアの堀江とやらが球団経営に名乗りを上げたらしいが、それも潰しておけ。は、無能の集まりが何をしようとたかが知れている。この歩みはもう誰にも止められんのだけれど、そんな鷹をくくっていたオーナー陣に対して古田選手らは反撃の武器を手に入れていた。大変です。選手会が先ほどストライキ権を得ました。もし実行されては多大な損失が。なんだと。そんな中迎えた9月9日10日、ついに交渉が開始。ただ古田らはストライキ権を絶対的な武器とすることはなく、対話を重んじていた。お願いします、ファンのために、野球界のために、自分たちのこと、立場を分かってほしいです。これを受け、半数の球団が理解を示してストライキは回避。このまま合意に向かうと思っていたその時だ。所詮ストライキなんぞできるわけもない。やれるものならやってみろ。一部球団はまさかの強硬姿勢。そしてそれは二度目の交渉時に明らかになる。合併するよりも球団を売った方が良いのでは。絶対にダメだ。そんなことを許しはしない。ではせめてファンに説明する時間を作るためにも、この件は1年間くらい凍結にしてください。野球界は今ファンを裏切っているんですよ。ダメだダメだ。いいか、よく聞け古谷選手会ども、私たちは一切譲る気はない。12球団維持のために新規球団を参入させようとしているらしいが、それでも許可しない。一リーグ構想は必ず成し遂げる。それを黙って見ておくがいい。どうする会長。ああも取り付く島もないと。あそこまで譲歩するつもりがないのなら、手段はもう一つだけだ。ファンの方々には申し訳ないが、やるぞストライキ。そして18日と19日の2日間、球場で球の音が聞こえてくることはなかった。まさかこんなことが起きるなんてな。静かな球場なんて初めてだ。でも俺には聞こえるよ、選手たちの悲痛の叫びが。選手たちだってファンのために、野球界のために全力でプレーしたいに決まってる。だからさ、応援メッセージを届けようぜ。古田選手なんか法とかの専門知識もないのに、一生懸命勉強して戦ってくれてたんだし、周りが敵だらけの中、試合と交渉の2つの場所で戦うなんて並の精神じゃ無理だろう。確かに、それだけみんなのことを思ってくれてたんだよな。よし、じゃあ送るかメッセージ。そう来なくっちゃ。他の人にも声かけてくれ。古田選手、頑張ってください。応援しています。ありがとうございました。大阪府からのお便りです。温かい言葉ありがとうございます。皆さんの応援の声があったからこそ、くじけず頑張れました。もはや日本中のほとんどが古田選手らの味方。
多くの人が選手会の勝利を望んでいた。オーナー、このままではカバーできないほどの損失が。くそ、いたしかたあるまい。奴らの欲求を飲め。ストライキを解除させるんだ。そうしてストライキ後に交渉が成立。東北楽天ゴールデンイーグルスという球団が誕生し、12球団2リーグ制は守られたのであった。またこの事件をきっかけにセパ両リーグの交流戦が誕生。人気球団との試合がしたいというオーナー陣の希望も一定叶える理想な形が誕生する。やったやった、またあの暑い毎日がやってくるぞ。古田選手たち、本当にありがとう。野球人生をかけた古田選手の奮闘のおかげで今の球界があるけれど、その当人はというと、ファンの皆さんの声があったからこその結果です。これは皆さんが勝ち取った勝利です。古田選手、マジかっけー。これぞまさしく逆転サヨナラツーランホームランだ。